はい、どうもこんにちは、ちるこです。おちちるです。今日は、1日1回無料ガチャの総集編になります。10月7日から13日まで、約1週間かな、やってまいりましたので、総集編でお送りしたいと思います。実況はね、私が今後から、言います。まあ覚えてないんでね、何だったかなっていう感じなんですが、まずは初日行きたいと思います。10月7日ですね。その1日1回目はじゃあ行きましょう。まあ1週間前ってね、覚えてないよね。なんかやってる。おお、金だ。はいはいはい、金ですね。あっとか言ってあって言いましたね。バルトロメオ当たったんですよ。いやー、これは嬉しい。詳細見るかな、どうかな。あ、見ない感じ、見てるのかな今。はい、1日目バルトロメオ当たりました。ラッキー。はいはい、では続きまして、10月8日の1日1回無料ガチャいきたいと思います。さあさあ、何かな、何だったかな。はい、あ、金だ。そう、今回ね、なんか喋りましたかね今ね。ちょっと引きが強いんですよ、金率が。ジンベイ、私確か持ってないと思うんですよね。大当たりです。はい、はい、では次の日、10月9日の1日1回無料ガチャ行きたいと思います。さあどうかな。はい、あ、銀だあ、ルフィはね、まあね、解放で掴んでね、まあいいとしましょう。はい、3日目はこんな感じでした。はい、では次の日、10月10日ですね、体育の日行きたいと思います。どうかな。ん、はい、金なんですよ、金率がいいわーって言いあーって言いましたけど、このレイリーね、持ってるんですよね。でも当たりですよね。ちょっとびっくりしちゃいましたはい、こんな感じでした。はい、では次の日、10月11日の無料ガチャいきたいと思います。ちょっと音が大きい。まあいっかはい、ちょっと貯めたんですよね金すごくないですか？金率いいですよね。はい、ロビンでした。このロビンはね、持ってるんですよね。はい、まあまあでもいいですよ。はいはい、では10月12日の無料ガチャいきたいと思います。さあさあ、どうかな。今んとこ銀がね、1枚だけなんですよね。金なんですよあ、私がうーって言ってるんですよびっくりしました。もうなんか言ってたかな私。いや、ね、無料ガチャでもうずっと欲しかった3時、あ、ちょっとなんかね、多分ちょっとチェックしに行くかな、これで。もうずっと欲しかったね、3時をね、ゲットしましたよ。もうめちゃめちゃ嬉しかったです。はい、これで探しに行ってます。もうちょっと気が動転してて、え、属性なんだっけって早く見つけて。青じゃない、青じゃないよ。
もうずっと欲しかった20周年のサンジを無料ガチャで当てるっていう。いやーもうちょっとね、ほんと嬉しい。諦めて入手順にして、はい、ちょっとね、ちょっとよく聞く、よく聞こえないかな。これ結構使いません？毒状態回復、痛む間、一味のスロットの影響をかなり大きくする。ヒットポイントね、15% 減らしで。大当たりやりました。はい。ではラストになります。10月13日。昨日の1日1回無料ガチャ、いきたいと思います。さあ、ラストは誰で終わるのでしょうか。誰だったっけか。ラスト、溜めて溜めて、はい、すごいじゃないですか。え、またジンベイね。そうだそうだ、ジンベイでした。はいはい、こんな感じになりました。ですね、じゃあちょっとジンベエで、ジンベエの画像で、まずは、サンジがもう大当たり、もうこれでもう私は大大大大満足でしたね。で1週間のうち銀が1枚だけと、いやー本当にね、ありがたい無料ガチャでしたね。さあ皆さんはどういった無料ガチャだったんでしょうか。まあでもね、本当あの無料で弾けるっていうのはもうありがたいですね。あの本当そう思いました。うん、ありがとうございます本当に。はい、ということで、今日は1日1回無料ガチャの総集編としてお送りしてまいりました。今日はこれで終わりしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。